のクリスマス。先日なんとオッドタクシーの映画化が決定しました。オッドタクシーは2021年の4月に放送され、最終回で1話から張り巡らされた伏線を回収し、トレンド入りを果たした今年で一番のヒット作と言ってもいいレベルの完成度が高いアニメです。映画の公開日は2022年の4月1日、全国公開されます。ちなみに映画化発表でもトレンド入り、展開が早すぎて正直びっくりしてます。まだオッドタクシー見てない人います？まだ見てない人のために後ほどどんなアニメなのかを話します。12月25日はあの最終回のオッドタクシー作戦の決行日であり、その日に発表となりました。クリスマス、ああそうか、あの日って12月25日だったのか、という音側のつぶやきから始まりました。映画のタイトルはオッドタクシーインザウッズ。内容はテレビアニメのエピソードを再構成しつつ、最終回のその後も描かれるそうです。いや、あの後どうなったのか気になってたんで、まさか映画で見れるなんて、あざす。アニメの作画もすごくて、最終回の走りが映画版の作画って考えるとかなり期待できます。そもそもオッドタクシーとはという方のために、簡単なあらすじ、バズった理由と魅力を話していきます。まず見た目が可愛らしい動物なんですが、ほのぼの系とはかけ離れてます。かなりブラックでシリアスなミステリーアニメ。あらすじは、平凡な毎日を送るタクシー運転手の音川が主人公で、他人とあまり関わらず偏屈で無口です。友人も少ない主人公が運ぶのは癖のある客ばかりです。ある日を境に奇妙な事件に巻き込まれます。これだけ聞いてもパッとしないと思うんで、最大の魅力を最初に言います。伏線と最後の結末がやばい。とにかく伏線張りまくりのアニメで、伏線で有名な進撃の巨人とも肩を並べます。このアニメでは小戸川だけではなく、大学生、警察官、地下アイドル、ヤクザなど一見全く関係ない人々のストーリーが同時並行で流れ、いつの間にか小戸川と関係してきます。そして全ての話に伏線が隠されているんで、2回見てしまうアニメです。そして最後の結末を知ると、話そもそもが伏線だったのかとなります。これが最大のバズった理由です。次に設定がリアルな現代の日本。登場人物は動物ですが、東京が舞台で背景が忠実に再現されてます。人物もリアルで、バズりたい大学生、マッチングアプリをするおっさん、宝くじが高額当選した男、アプリ中毒になるサラリーマンなど、現実で実際にあるものばかり。特にアプリ中毒の会は目を離せません。そして声優が特徴的なのが有名で、まず主人公は花江夏樹さん、そしてお笑い芸人がお笑い芸人のキャラを演じていることで、そこでもリアルさを追求しています。正直声優っぽさが売りではなく、人間味のある声が売りです。最後にまとめると、驚異の伏線回収、リアルの追求、最後の結末、この3つが見どころです。そしてこの結末のその後が映画で公開されます。まだ見てない方はアマプラで見れるんで、全部で13話、一気見しちゃってください。それでは今回の動画を終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。